40代のタレントが乳がんを患い闘病を公表したことで他のがんと比べて乳がんは若い世代でも気をつけなければならないと多くの女性の注目を集めましたそれをきっかけにがん検診や人間ドックを受けたという方も多いかもしれません。そここででででささんんに質問です乳がん検診を受けまししししょょょううううれは正しいでしょうかさてどうでしょう 私は正しいと思うのですが今日は乳がんの早期発見について埼玉県立がんセンター乳腺外科の松本博さんにお話を伺います松本先生よよろろししししくくおお願願いいまますす早速ですが冒頭の乳がん検診を受けましょうこれが正しいかどうかという問いなんですが正解は、はい、もちろん正しいが正解だと思います。 できるだけ検診を受診していただきたいと思いますしかしこれには少し詳しい説明が必要ですはい詳しい説明と言いますとえ、検診はもちろん有効なのですけれども、うん、決して万能ではありません現在自治体のがん検診として行われているのはマンモグラフィー検診ですはい、えー、マンモグラフィー検診は乳がんの早期発見に非常に有効ではありますけれども、はい、しこりを見つけにくい場合もありますはい あの触診に比べると非常に小さなしこりを見つけられますが、えー、若い方とあるいは乳腺が非常に多い方で高濃度の乳房の人の場合には同じしこりでも見つけにくい場合があります、はい、このように、えー、同じしこりでも若年者の方あるいは、えー、授乳をあまりしていない方などで乳腺組織が豊富な方ではしこりの影が隠れてしまって見極めるのが困難な場合があります あの多くの女性に知っていただきたいと思いますがではじゃあ私たちは私も乳がん気にする年齢なんですけれどどうしたらいいんでしょうかそうですね検診で乳がんを100%見つけるととということはちょっと難し,いと思いますしかし検診には患者さんでない一般の方にがんがないかを確認するチャンスを提供するという大きな意味があります。 現代の日本人女性に対するマンモグラフィーに超音波を加えた臨床試験では乳がん発見率が高まったということが報告されております超音波検査というのはどういう検査なんでしょうかはい。超音波検査は一般にはエコーと言われている検査ですけれども乳房にゼリーをつけて 単色紙というま乳、あ、房のところに当てるものがありますのでそこに当てることによって画像を映し出しますこれは X 線とは違って被曝がないまあ、ほぼ害がない検査と言われておりますまあ、特に若年の方でも種類を見つける上では超音波検査は非常に有効だと思いますしたがって若い方ではマンモグラフィーだけでなく超音波検査を含む人間ドック あるいいいはククリニックの受診などもおすすめしたいと思います乳がん検診を受けましょうは正しいかどうかという最初の問題なんですがこれはあの年齢によっては乳がん検診のマンモグラフィーでは見つかりにくい場合もあるから合わせてそういった方は超音波検査を受けましょうということだったんですね。そうです、ね、はいところで50歳以下とおっしゃいましたが50歳以下にもやはり乳がんというのは多いんでしょうか。はい えー、埼玉県立がんセンターのデータでは、えー、ここに示しますように40歳代後半がピークとなっていますあの若い方でも気をつけなければいけないということは分かりましたが乳がんのリスクを少しでも減らすために私たちが日常生活の中で何かできることというのはありますかそうですねまあ、乳がんの一番大きなリスクファクターは女性ホルモンです、えー、ですから、えー、女性ホルモンに影響する まあ例えば妊娠や出産の回数ですとかそれからまあ月経の回数ですねえそれからまあ食生活などが影響するまあ肥満そういったものがリスクファクターになりますのでまあそういったことに注意されるま乳がんというのはしこりなのでこう自分でも触って分かる場合があると言われてますが自分で何かこう注意できる点それから自己チェックの方法というのを教えてください。はい、まず えー、まあ閉経前の方では月経前は生理あの乳腺が張ったりすることがありますので月経が過ぎて1週間後ぐらいが一番いいタイミングだと思いますのでの柔らかい時期ですよねそうですね、はいえー、そういった時にやっていただくのがいいと思います、えーまあ、あの起きた姿勢でまず手を上げて少し動かしていただいて、えー、皮膚のくぼみあるいは変形、まあ、左右比べて対称であるかどうか そういったことを観察していただきたいと思います。でその後に片手を挙げていただいて、でもう片方の手で、えー、反対側の乳房を全体を触っていただくのが必要です。でまあこれはよくあの円を描くようにというふうに言われておりますけれども、まあ,あの全体をまリラックスして、えー、触っていただく、まあ、撫でるように触ってみたりとか、それから軽く押してみたり、そういった。 でまあ、あの少し、えー、変化をつけることでしこりが見つかる可能性が高くなると思います、えー、特に若い方では良性の腫瘍も多いですし、えー、まあ,あの正常の乳腺を、えー、しこりというふうに感じる方もいらっしゃいますのでしこりがすべてがんではありません、まあ、繰り返し少し時間を置いてもう一度見ていただくのがそういった場合にはいいと思います。 自分の乳房に関心を持つことが大切ですね。そうですね。今日は乳がんの早期発見についていろいろと教えていただきました。最後にまとめをお願いします。はい。乳がんはタイプによる違いはありますけれども、一般に早期に発見すれば比較的高い割合で治るがんです。ですから、えー、ご自分に必要な検診あるいは人間ドックなどを 適切な感覚で受けていただきたいと思います。はい、あまり、えー、短い間隔で、えー、検診をしていただいても、まあ、検診の繰り返しということになって、まあ、それはあのどちらかというと不利益ではないかというふうに、まあ最近では言われておりますので、えー、適切な間隔、まあ1年ないし2年という間隔でよろしいかと思います。はい、異常が見つかったり自分でしこりを見つけたときはどうしたらいいでしょうか。はい、その場合には、えー、病院の乳腺外科 もしくは乳腺クリニックなどで見ていただくのがいいと思います、はい。自分でも気をつけて早期発見につなげたいですね。今日は埼玉県立がんセンター乳腺外科の松本博さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。